今日は輪島市門前町からお伝えしています。門前町では元日の地震で震度7を観測したほか、2007年にも能登半島地震で大きな被害を受けています。この門前地区では2007年よりもさらに町の高齢化というのが進んでいて、住民の方からはその時に比べてまた復興再建に向けていく体力も気力もなくなっているんだというお話も聞かれました。そして今回この輪島市では未だ2600戸で断水が続いていまして、市内でも1700人ほどの方が避難所で生活をされています。また仮設住宅はおよそ650戸が完成しているんですが、まだまだ数は足りていません。今回私たちはこの地域を専門家と一緒に見て回りました。するとなかなか進まない復旧の理由、そして新たな課題も見えてきました。先週輪島市門前町、災害社会学などを専門とする北陸学院大学の田中俊一教授が学生たちとボランティア活動を行っていました。もともとあったようなバラ園に今姿を戻そうというので、お手伝いをしているところになりますね。東日本大震災や熊本地震など多くの被災地で調査に当たってきた田中教授、2007年の能登半島地震でも長期にわたり被災地の課題解決に取り組んできました。今回の地震でも避難所の支援やボランティア活動を続けている田中教授に被災地の現状を聞きました。なんかこう人が少ないなって感じるというか、ボランティアの方もあんまり見かけないですよね。ボランティアの数がやっぱり多くないなっていうのがあって、一方でニーズはたくさんあるんです。3ヶ月経った時点でここまで人がいない地域、被災地っていうのは見たことはあまりない。今回の能登半島地震で県の一般ボランティアは延べ12,508人、一方1995年の阪神淡路大震災では発災から1ヶ月でおよそ62万人が活動するなど、過去の震災と比べて少なさが目立つといいます。あともう一つやっぱりあるのは、今回 1.5 次避難とか2次避難されてるでしょう。今どなたもお家にいないので片付けたくてもできないんですよね。未だ多くの人が避難所で生活しており、ボランティア活動に必要な家主らの立ち会いが難しいことが多いといいます。また懸念しているのが仮設住宅の建設の遅れです。入居を希望する人の数に対して整備は追いついていません。さらに避難所の運営者からは行政の情報が届きにくいという声も。仮設の入居を希望されている方々っていうのはもう希望出されて、はい、その結果なんかっていうのも出てきているわけでしょ。できているところもあるんですけど、はい、元の家のところは入居が決まってるらしいんです。ってことは私が聞いてないんで、じゃあきちっと行政がこうなりましたとかっていうのが、もちろんご報告はしてませんし、そこでこの地区では独自である取り組みを進めていました。赤が避難所に来ている方で、青は在宅の方で、黄色が他へ行っている。で住民の避難先を色分けしたマップを作り、誰がどこで生活しているのかを把握することで必要な情報を共有できているといいます。その生活状況だとか何人困ってるかっていうこともキャッチしにくかったわけですよね。ここには在宅いるっていうことを把握して、で取りこぼしがないように進めていくっていう、この地域の取り組みはすごくこれは意義があるものだと思いますね。その上で田中教授が今後より大切になってくると指摘するのは、行政と住民とのコミュニケーションです。
何から何まで別に行政にやってほしいとか国にやってほしいっていうことじゃないんです。住民がやれることは多分住民の方もどんどんやっていくと思うんです。ただそこのビジョンなり方向性みたいなものが明確に示されないと、やっぱりこうなんて言うんでしょうね、浮遊しているというか漂流しているような状態になっていると思うんです。舵をどっちに切っていいかっていうところの力を、やっぱり与えてくれる情報なり支えっていうものが必要なんじゃないかなと、そう思いますね。これらの課題について輪島市の坂口茂市長に話を聞きました。行政からもこれからももっとこまめに出して情報を出していかなければならないなと思ってるんですけども、なかなか伝わりにくいという部分は感じてます。はい、まあ、避難のいろんなその再建支援とか含めて生活支援も含めて市役所とかそういったところに窓口はありますので、そこは遠慮なく相談に来ていただけたらというふうに思いますし、不足しているという声もある一般ボランティアについては、まあ多くの方々が二次避難行ってますので、ニーズを把握して行動に移すという部分のところがですね、少し遅れているのかなというふうには思ってます。でもこれからもう少し時期が変わるとですね、やはり一般のボランティアの皆さんのニーズも出てくると思ってますけども。そしてなかなか進まない建物の解体撤去について、輪島市では所有者に代わって解体を行う公費解体の受付を今日から始めましたが、個人の財産ですので実印でですね、その了解しなくちゃならないとかですね、それから印鑑証明もつけてという部分があって、その書類上がまずきちっと揃わないと着手できないということになります。書類上の手続きに時間がかかるほか、県外からの応援職員の規模も縮小されていて、人員が足りていないのが現状だといいます。例えば土木の技術職員とかですね、その公費解体の職員とか、そんな部分の福祉的な部分の職員とかですね、通年でですね、いていただけるような職員を全国の自治体の皆さんに応援をお願いをしているところであります。はい、市では来年10月までの解体撤去作業の完了を目指し、体制を整えていく方針です。地震から3ヶ月、改めて復興に向けて思いを語りました。従来の輪島市よりももっともっと魅力的な、もとよりもっと魅力ある、そんな輪島市を皆さんと力を合わせて必ず実現していきますので、今しばらく大変でしょうけども頑張っていただきたいと思ってます。そして一緒になって新しいより魅力ある輪島市を作っていきましょう。坂口市長によりますと、公的支援を受けるために必要な罹災証明の交付は、これは昨日までにほぼ完了したということです。ただ、判定をやり直してほしいという二次調査の依頼も多いということで、調査が完了しないと建物を撤去できないため、まだ時間がかかることが予想されます。また仮設住宅など次の生活場所についても、集落単位でまとまって生活をしたいという人も多いといいます。今後仮設住宅が建設されたとしても、それが叶うのかどうかという住民の不安の声も聞かれました。この被災地では3ヶ月経った今も多くの課題が残っています。住民とそして行政がよりコミュニケーションを密に取っていくことが、今後復旧復興への大きな鍵となりそうです。ここまで輪島市から中継でお伝えしました。作業着に身を包み、引き締まった表情の新社会人たち。輪島市役所では今年度行政職と医療職合わせて14人が新たに採用され、坂口茂市長から辞令が手渡されました。この初心をですね、ぜひとも忘れないでいただきたいと思います。かつてないこの甚大な被害の中でですね、輪島市の復旧復興に向けて全力で力
力を貸していただきたいというふうに思っています。新人職員の一人、和島市出身の松野光さん。元日の地震で自宅は半壊し、一緒に暮らしていた両親や兄とは離れて生活しています。和島は自然もとても豊かで、人とのつながりも温かい、とても素晴らしい市なので、いずれこの和島市を復興して、でさらにより良い市に、町にできるように頑張って仕事を覚えたいと思います。新人職員たちは午後から各部署に配属され、早速業務に取り組んでいました。一方、県庁では新たな組織が作られたのは、能登半島地震復旧復興推進部です。創造的復興推進課と生活再建支援課の2つの課で構成され、職員らは国などとの調整を専門的に行うということです。また和島市には復旧復興現地対策室も設けられ、県から派遣された職員らが能登の6つの市町で必要な支援の把握や復旧復興プランの策定などに関わります。この復旧のスピードをさらに上げていく努力をしたいと、そのためにもやっぱりお互いに情報を共有して、何をすればそのスピードが早まるのか、そのことを常に検証しながら被災地の復旧復興に取り組みたいと思います。珠洲市にはニュースエブリィの鈴江奈々キャスターがいます。鈴江さん、珠洲の様子を教えてください。はい、私は今珠洲市松陰町に来ています。今回の取材で私は珠洲市の松陰町のほかに蛸島町、そして法隆町を取材しました。多くの地域で今も後ろにあるように家屋が倒壊したままとなっていました。そしてこの先の道路を見ていても隆起したままで、そして倒壊した家屋も道を塞ぐような状態になっていて、通行がしにくい状況が今も続いている道があります。またその珠洲市では現在もほぼ全域のおよそ9割で断水が続いています。被災された方にお話を伺うと、とにかく早く水が戻ってほしいという声をたくさん聞きました。水が戻らないとこの地域になかなか人は戻ってこられないのではないか、そんなお声もありました。一方で水道の復旧工事をする方に取材をしますと、やはり被害が甚大で、実際に工事を進めていかないとどれほど被害があるのかというのはわからない部分があって、その復旧の見通しというのはなかなか立たないというお声がありました。ただ避難所で生活されている方はその見通しが立たないことに不安を募らせている、そんな状況が見られました。市川さん。鈴江さん、今も復旧が進まないというお話ありましたけれども、鈴江さんご自身もいろんな被災地をこれまで見られてきて、今回のこの能登半島地震の3ヶ月経った今というのはどんなふうに感じられましたか？はい、東京にいますと正直この能登の被災地の状況というのがこの3ヶ月の時間の中で見えにくくなっているなというふうに感じていました。で実際にこの能登の方に足を踏み入れてみると、本当に3ヶ月という時間が経ったのだろうかと思うほど時が止まっているような地域が多く見られました。で私が実際に取材をしていてもボランティアの姿に出会うことがありませんでした。ボランティアの活動が少ないというのを改めて実感します。で一方でそういったボランティアの皆さん、本当は力になりたいというふうにも感じていらっしゃると思うんですが、やはり当初ボランティアの皆さんにこちらに来るのは自粛してほしいというふうに呼びかけられていたのが今も響いているのかなというふうに感じます。今のボランティアの話ありましたけれども、この3ヶ月経った変化というのを私たちもなかなか気づけない部分があるなと私自身も感じています。この被災地の方の言葉を聞いて何か心に残ったもの、印象的な言葉は何かありましたか？はい、本当に断水も続いて大変な避難生活が続いている中でも、おかげさまでっ
であったり感謝する言葉を多く聞きました。避難所で生活されている方はまだ仮設の抽選が当たらずに待っているという方だったんですけれども、その方も一生懸命仮設住宅を作ってくださっている方がいるから、水道の復旧をするために一生懸命工事している方がいるから、だから待つだけですとおっしゃっていたんです。でまた店舗が大きく損壊を受けた方も、一つ一つの支援があったおかげで今なんとか前を向くことができているんだ、もう感謝しかないという言葉もありました。そういった大変な状況の中で聞かれたその感謝の気持ちというのがとても胸に染みました。能登の方本当にこう温かい方ばかりで、私も取材させてもらっているのにありがとうって言ってもらったりと、すごくなんだかこう複雑な気持ちにもなるんですけれども、皆さんの心がこの先長期化する避難生活で心配になる中で、こういろんな被災地を見てこられた鈴江さんから伝えたいことは何かありますか？はい、もうぜひ困っていることは皆さん声を上げていただきたいと思います。被災している状況というのがなかなか見えない中にある、だからこそぜひ声を上げていただきたいと思います。東京にいる私たちも何か少しでも力になりたいなって常に思っています。能登のものをお土産で買ったり、あるいはクラウドファンディングをしてみたり、そんなささやかなことを私も日常の中で積み重ねているんですが、そういう気持ちになっている方は本当にたくさん、私の友人、地域の周りにもたくさんいます。ぜひ困っていることを声を上げていただいて、何か少しでも力になれたらと思います。そして本当に皆さんのお人柄が温かくて、また会いたいなと思う方ばかりでした。またこちらにお邪魔して能登の現状を全国にお伝えしたいと思います。鈴江さん、ありがとうございました。ここまで鈴江キャスターと一緒にお伝えしました。町町市ではこれまでに1万5000棟近くの住宅が地震により被災しています。こうした住宅を解体し撤去することで生活再建につなげようと、今日から公費解体の受付が始まり、市役所では30人ほどが列を作っていました。申請に来た人たちは写真などを手に職員に対して自宅の場所や被災状況などを説明していました。やっとまた一つ前進むかなという感じで撤去してもらって、仮設に入ってなんか手足伸ばしたいかな。複雑な気持ちはね、言葉で言いようのないっていうか、自分でどうしていいかわからんっていうか、普通の生活に戻るにはちょっと時間かかるかなみたいな感じですね。和知町では来年10月までに作業を終わらせるために体制を整えているということです。被災者の生活安定に向けた動きが加速しています。長谷知事は今日の会見で応急仮設住宅について8月中には希望者全員が入居できるという見通しを示しました。必要な仮設住宅の戸数について精査した結果、昨日の時点で6610戸、完成済みなのは1600戸余りですが、県は今月末までにおよそ3000戸、6月末までにおよそ5000戸の完成を目指すとしています。気象台のソメイヨシノの開花は標本木に花が5、6輪咲いたら発表されます。今日午前11時に気象台の職員が確認すると、1、2、3、4、5、6、6輪花が咲いておりますので開花です。観測史上最も早かった去年に比べて9日遅くなりましたが、平年より2日早い開花となりました。元日に大変な地震があり、被害も大きなものとなりましたが、このような桜の開花を無事発表することができ、春の訪れとなるいいお知らせができたかと思います。気象台によりますと、天候にもよりますが開花から5日程度で満開を迎えるということです。国の名勝に指定されている輪島市の白米千枚田では、元日の地震で棚田の6割以上に亀裂が入るなど大きな被害を受け、3ヶ月が経った今も修復の見通しは立っていません。
そんな中、田んぼを管理する白米千枚田愛好会は、千枚ほどある棚田のうち、被害の少ない60枚で米作りを行うことを決め、今日田おこしを行いました。この作業は、土をかき混ぜ、土壌の養分を活性化させるためのもので、愛好会のメンバー5人が、小型の耕運機やくわを使って、冬の間に固まった土を耕していました。田んぼ云々っていうことは考えられないと思ってたんですよ。でもやっぱり春めいてきたら、やっぱりちょっとやってみようかと。まあ2年かかろうが3年かかろうが、ゆっくりきれいに修復していこうかなと思っています。白米千枚田愛好会では、寄付を募りながら棚田の修復を進める方針で、来月中旬には田植えが行われます。いいな、よく頑張った、よく頑張った。こんなことあってもこれから必ず幸せなことが待ってるよって、それをね、みんなが分かってほしいなと思うんです。私にできることがそのあればしよう。おじいちゃんたちと喋ってたら、なんか家の中ガチャガチャで、もう何からしたらいいか分かんないって言ってたんで。頑張った、本当によく頑張った。学校を再開した1月11日始業式での私の第一声です。よく頑張った。その日からこの言葉の深さ、素晴らしさを感じる日々が続いています。この作品で少しでも前を向くきっかけになってくれたらいいなという思いで書いていました。震災後初めて底引き網漁を終えた船が帰ってきました。見える？
はい、最大震度7を観測し住宅1万5000棟ほどが被害を受けた輪島市です。地震から3ヶ月が経った今も倒壊した住宅や店舗がそのままとなっていて当時の揺れの強さを物語っています。そんな中、輪島市では被災した建物を持ち主に代わって市が解体し撤去する公費解体の受付が今日から始まりました。受付開始前から30人ほどが列を作り、被災者らは写真を見せたり自分の場所を示したりして被害状況などを説明していました。やっとまた一つ前進むかなっていう感じで撤去してもらって、あの仮設に入ってなんか、ま、手足伸ばしたいかな。複雑な気持ちはね、言葉で言いようのないっていうか、自分でどうしていいかわからんっていうか、普通の生活に戻るにはちょっと時間かかるかなみたいな感じですね。復旧復興に向けた動きが進む一方で、石川県では今も8000人以上の方が避難生活を余儀なくされています。住民の方からは状況はあまり変わっていないという声も聞かれ、被災者らが日常生活を取り戻すためにスピード感を持った対応が求められています。以上、輪島市から中継でお伝えしました。県庁では今日、職務経験者16人を含む新規採用者155人が一人一人辞令を受け取り、県職員としてのスタートを切りました。長谷知事は、私たちは県民被災者から頼られる存在であり、こういう職場に皆さんが入ったことは大きな意義があると訓示しました。もともと能登のために働きたいという思いが強く、その中で地震があったのでもっと能登のために頑張っていきたいと思うようになりました。新規採用者はこの後研修を受け、今月中に被災地でのボランティア活動にも当たるということです。金沢城公園にやってきておりますよ。さあ皆さんこんにちは、隣のテレキンちゃん佐藤清です。こちらは金沢市内でも有数のお花見スポット、金沢城公園なんですが、先ほど来た時、あの石川門のあたりはまだ桜つぼみの状態だったんです。なんですが、なんですが、ある一帯はですね、ご覧ください、こんな風に咲いてるんですよ。綺麗でしょ。こちらですね、あの腰の彼岸桜という早咲きの桜がこちら植えられているということで、ここ一帯だけですねピンクの綺麗な花が咲き揃っているんですよ。多くの方が足を止めてこう寝転がったりとか写真撮ったりとか思い思いに過ごしていました。ほっこりしますね。さあということでですね、皆さんお待ちかね、ピカピカの1年生登場してもらいます。自己紹介をお願いします。小坂ゆめです。よろしくお願いします。ゆめちゃんです。ゆめちゃん、ゆめちゃん、よろしくお願いします。なんと6歳になります。6歳になりました。今日がお誕生日なんですって。4月。おめでとう。おめでとうございます。お祝いしたの？昨日お祝いした。昨日お祝いしたのか、ケーキ食べましたか？うん、そっか、美味しかった？うん、よかったね。さあ、お誕生日でおめでたいゆめちゃんとお伝えしていきますよ。お母さんのえりさんもいらっしゃってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆめちゃん、今日で6歳ということは、小学1年生って6歳から7歳になる学年なので、ゆめちゃんは学年で一番末っ子ちゃんに。あ、そうだ、そうなんです。末っ子なの？しかもね、お母さんも特別な思いがね。そうですね、一番小さくてちょっと心配もあったんですけど、あの立派な1年生になれて安心してます。はい、もうどこからどう見ても立派な1年生だね。小学校楽しみだもんね。さあ、そのゆめちゃんね、今日新しい制服とランドセルで来てくれているんですけど、ランドセルのお気に入りポイントを教えてください。はい、刺繍と、ここね、ここの刺繍かわいいですね。刺繍の結晶、はい、と、とこの雪の結晶のマークがお気に入りなんだそうです。こだわってます。ゆめちゃん、これ見た時どんな気持ちだった？かわいいって感じ。かわいいかなと思った。そうかそうか、ね、今のランドセル本当かわいいんですよね。そしてゆめちゃんですね、今日ママとも一緒に作ったある大事なものを持ってきてくれたそうです。何何、見せてくれるの？いいかな、新しいランドセルの中からママ取り出してくれますよ。なんだろう、本当に、ね、中も可愛いこのランドセルなんですが、はい、作ったものがこちらです。はい、ゆめちゃん持てるかな。これ何ですか？お守り。お守りなんです。かわいい。これどんなお守りなんですか？職
小学校に現地に行けるように作りました。元気に通えるためのお守り。これ見てほしいのが、ここお名前のところ、ゆうねって書いてるのはママが縫ってくれたそうなんですけど、ここがね、ママ一緒に、はい、ボタンは一緒につけました。これつけてみてどうだった、ゆめちゃん。可愛かった。可愛いよね。真ん中はハートがあるね。お気に入り、お気に入り。これ持って小学校に通うそうですよ。可愛いの、ゆめちゃん本当大好きなんです。そして今日はもう一個特別なものを持ってきてくれました、うん、それが、はい、こちらです、うん、何かな、ゆめちゃん教えて。嘘新聞です。嘘新聞なんです。嘘、これゆめちゃん、ね、何嘘新聞って。嘘の記事を書くんだよ。嘘の記事を書いてるの、はい、ちょっと読めるかなこれ。読んでみて、いいここ上手な字で。嘘新聞、小坂ゆめさん、隣のテレチンちゃんが団子になって食べられた。お母さん、これ何がきっかけで書き始めたんですか。小学校入学に向けて字の練習をしていて、うん、ただちょっと字を書くだけじゃちょっとつまらないかなと思って、うん、嘘の記事、何でもいいから文章を自分で作って、うん、字の練習をしています。すごい、もう大事件なんですよ。団子になったテレキンちゃんが、うん、ゆめちゃんだよね、うん、ゆめちゃんに食べられちゃった。どんなお味だったのかな。やば、ピンクのが桜餅で、うん、緑色のが、うん、なんだろう、笹餅。笹餅、あ、いいね。下が、下黄色はあんこの、あんこの美味しかったということだそうです。はい、さあゆめちゃんね、他にも特技がありまして。お、特技、それはね、将来の夢に関する特技なんですけど、うん、何将来は何になりたいんですか。アイドルです。アイドル、ということで今日はね、お歌を披露してくれるそうです。じゃあみんなに見せてくれるかな、うん、いくよ、せーの。可愛くてごめん、生まれてきちゃってごめん、つあざたくてごめん、血になっちゃうよねごめん、ムカついちゃうよねざま。かわいい、ありがとうございます。完璧なアイドルだったよ。かわいい、やってみてどうだった。ね、楽しかった。楽しかった、かわいくできた。はい、とびっきりの歌声披露してくれました小坂ゆめちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。金沢城公園から伝えております。さっき、5分ほど前からですね、雨が降ってきまして、今だいぶ弱まってきたんですけど、うん、大粒の雨が降ってきたということで、お花見されてた方いっぱいいたんですけど、うん、いつの間にかいなくなってしまいました。本当や、はい、ね、強かったですもんね。ですが、こんな雨にも負けずですね、ピカピカの1年生紹介していきますよ。双子の兄弟が登場です。今日家族みんなで来てくれました。双子、じゃあお兄ちゃんから自己紹介いこっか。カメラに向かってどうぞ。谷本翔馬です。餃子屋さんになりたい。はい、将来は餃子屋さんになりたい翔馬くんと、大好きです、動物が好きなのでトリマーになりたいです、谷保香乃です。よろしくお願いします。翔馬くんと香乃ちゃんのお二人です。翔馬くんは餃子屋さんになんでなりたいの。餃子が好きだから。お父さん、餃子屋さんは最近の言い出した夢なんですね。昨日も餃子屋行ってきて餃子作りたいよね、自分で、自分で作りたい、うん、そうだね。さあ、そして、かのちゃんもワンちゃん、猫ちゃん好きなんや、うん、飼いたいワンちゃんいるんだっけ。うん、プードル。プードル、プードル、一緒や一緒、はい、動物大好きなかのちゃん、そして餃子大好きなしょうまくんです。さあ、2人入学にあたってランドセル買ってもらったということで、ピッカピカのランドセルちょっと見せてもらおうと思います。はい、じゃあちょっと見せて、かのちゃんから聞いてもらおうかな。かのちゃん、どこがお気に入りなのかな。マークと、うん、このハートね、はい、本当だ、ハートいっぱい。と中ね、中見せよっか、うん、よし開けてみよう。いいの、 中にとっておきがあるそうですよ。そうなんです、ドキドキと、はい、かわいい、この部分、はい、かのちゃんどこがお気に入りなのかな。ここのお花のところが大好き。はい、この花柄かなりゲットするの大変だったとママ聞いてるんですけど、どうでしょう。はい、こだわったところの一番やね、一番です。はい、そうなんです。さあ、そうして、はい、翔馬くんのランドセルも聞いていこうかな。お気に入りポイントどこかな。
この、うん、模様のとこが、そう、ここの横のこの子がね、夜になると光ったりしてかっこいいんですって、あと、しょうまくんも光るの中がね、お気に入りポイントがありまして、うんうん、開けていくよ、よし、はい、どこでしょう、しょうまくんどれかな、どれかな、はい、この色の後ろも、うん、あの変わるからここが好き、そう、時間割がね、表と裏で色がちょっと違うのがお気に入りなんですって、大丈夫だよ、このまま入れちゃおう、入れちゃおう、器用やな、そうやって早くな、綺麗に、はい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 、そのままできる、小学校のね、準備もね、ワクワクしますよね、このランドセルちょっとグリーンかな、はい、これ黒じゃないの、グリーン、この色、小幕何色、これダークグリーン、そう、皆さん、グリーンじゃないんです、ダークグリーン、ダークグリーン、かっこいい、おしゃれ、そっか、かっこいい色だもんね、似合ってますよ、さあ、かのちゃんのランドセルは何色ですか、ラベンダー色です、だそうです、ラベンダー色っていうのね、紫かわいいですよね、うん、さあ今日ですね、そんな2人に特技を見せてもらおうと思います、まずはじゃあかのちゃんの特技から見せてもらおうか、じゃランドセルママに預けようか、何、うん、動きがあるの、何見せてくれるんですか、足回りです、足回り、足回り、なんだろう、ちょっと皆さんご覧になってください、じゃあお願いします、楽しみ、ほうして、おお、すごい、これすごいスピード、ブレイキンじゃないですか、足をブレイキンように、実はね、かのちゃんのバレエ教室に通っているので、バレエ教室もちょっと Y 字バランス見せてくれたんですけど、そう、体すごく柔らかいんですよ、ね、いろんな特技まだまだあるということなんでね、さっきもちょっと見せてくれたりもしたんですけど、はい、さあ続いてお兄ちゃんの翔真くんにも聞いていこうかな、翔真くんは特技なんですか、側転です、側転、これね、側転、なんかカノちゃんもできるということなので、ちょっと2人でやってみようか、よし、じゃあカノちゃんここに立ってるから、ここで飛べるかな、せーの、せーの、おお、かっこいい、はい、戻って、せーの、もう1回、もう1回、うん、はい、ありがとうございました、あ、ね、上がりでありがとう、はい、いろんな特技を持ってる2人ですけれども、じゃあ小学校に行ったら何頑張りたいか教えてください、かのちゃん、算数です、算数、うん、なんで算数頑張りたいの、算数ができないからです、すごいでしょ、できない算数を頑張りたい、うん、こんなことね、なかなか言えない、さすがですよ、かのちゃん、そしてお兄ちゃんは実験です、実験頑張りたいそうなんです、理科のね、そう、どんな実験やってみたいの、うん、何何と、うん、みかんとレモンの汁の混ぜたら、みかんの汁とレモンの汁を混ぜたら、うん、どんな味になるか、美味しいと思う、やってみたいの、ちょっと、ちなみにレモンと思ってちょっと酸っぱいとか、ね、あのお姉ちゃん美味しいと思うって、うん、今スタジオのお姉ちゃんはね、きっと美味しいんじゃないかなって言ってるんだけど、しょうまくんは2つ混ぜたらどんな味になると思う、うーん、酸っぱい、あー、酸っぱい、ちゃんはどんな味になると思う、甘酸っぱい、おー、よく知ってるね、甘酸っぱいなんでね、そう、これからね、本当にワクワクするようなことがたくさん待ってると思います、2人も頑張ってくれるということだから、ちょっと入学式もね、楽しみだね、うんうん、じゃあ今日はそんなかのちゃん、そしてしょうまくんに伝えてもらいました、お父さんとお母さんもありがとうございました、じゃあカメラに向かってバイバーイ、できる、ありがとう、ありがとう、かっこよかったよ、二人とも。金沢市内で開かれた薬の青木の入社式、今年度の新入社員は708人に上り、式では青木博則社長がどんな仕事にも真摯に向き合い責任感を持って取り組んでほしいと式辞を述べた後、新入社員の代表が決意を述べました。失敗を恐れ何も挑戦しなければ成長はありえません。前向きさを胸に、ここにいる心強い同期の仲間たちと支え合い、共に壁を乗り越えていきたいと思います。まだ気持ちがドキドキしていて、それと同時にやっぱり新しい人生といいますか、門出が始まると思うととてもワクワクしています。薬の青木は現在全国に926店舗展開していて、新入社員は1週間ほどの研修の後、各店舗に配属されるということです。この川床は、
山中温泉にある角栓系の良さをより多くの人に知ってもらおうと山中温泉観光協会などが始めたもので、今年で17年目を迎えます。あやとり橋付近に座席や木製カウンターが設置され、地元出身の料理人道場六三郎さん監修のスイーツを味わうことができます。オープン初日の今日は関係者らがシーズン中の安全や盛況を祈りました。また会場には多くの観光客が訪れ、川のせせらぎを感じながら思い思いの時間を過ごしていました。すごい景色も綺麗で、お茶も美味しくて良かったです、この川床で、ゆっくりしていただけることで山中温泉を堪能していただけることを願っています。今シーズンの営業は11月30日までで、雨天時や川の増水時は営業中止となります。